大丈夫ですか。それではまず最初に委員長の方から、許させてもらいます。お願いします。ありがとうございます。記者会見を行います。昨日は、開票の途中で最後の会見を行ったものですから、全体の結果を受けて簡単にコメントを述べ、ご質問にお答えしたいと思います。日本共産党は、都議選で現有の18議席を確保し、さらに19議席への前進を勝ち取り、都議会野党第一党を維持することができました。私はこれは大きな勝利と言っていいのではないかと考えております。で、特に二人区の文京区日野市での新しい議席、大変嬉しいものでした。それから当選した19人のうち、14人が女性です。 74% が女性でありまして、女性議員数で今回都議会第一党になったこともご報告したいと思います。それから全体の流れの中での今度の都議選の結果でありますけれども、今度の都議選というのは2013年の都議選での勝利、17年の都議選での勝利に続く3回連続の勝利だということも私どもは大変重要だと思っております。で、我が党の都議選の歴史調べてみましても、3回連続勝利というのは過去に1回しかありません。1965年、69年、73年で、つまり革新都政の時代に、我が党が躍進を重ねたという記録が残っておりますが、3回連続勝利というのはこの時以来のもので、実に半世紀ぶりの歴史的快挙だと私どもは考えております。それから訴えの点では、昨日の会見では申しましたけれども、オリンピックより命をと、でオリンピックを中止し、コロナ収束にあらゆる力を集中すべきだという、この主張がですね、大変、強く受け止めていただいたというふうに感じております。今日の、出口調査でも、読売さんの出口調査で、五輪開催の方針を評価しないという方が 51% ですけれども、その中での第一党は日本共産党となっていることにも、そういう、我が党の訴えが届いたということが示されていると思います。で、全体としてですね、五輪中止を、断固として主張した日本共産党が議席を伸ばしたこと、それから、五輪の中止もしくは延期を主張した立憲民主党さんも議席を伸ばしたことで、これらはですね、今度の都議選ではっきりと、五輪ノーという審判が下ったと、五輪の開催ノーですねという審判が下ったという、ことを示していると思います。菅政権はぜひこの結果を重く受け止めていただきたいと思います。今からでもオリンピックは中止し、コロナにあらゆる力を集中すべきだということを言いたいと思います。特に感染状況が大変悪い事態が続いております。15日間連続で1週間前との比較で新規感染者が増え続けるという状況になっており、7月中旬には1000人を超えるという試算も示されております。ですから、やはり今度の都議選で示された都民の意思をですね、正面から受け止めて、今からでもオリンピックの開催は、中止することを強く求めたいと、そういう働きかけもいろんな角度でやっていきたいと思っているところであります。あとはご質問があればお答えいたします。どうぞ。はい、どうぞ。
共同通信の山崎です。はい、今回の都議選では大きな勝利となったということと、あと、まあ、3回連続での勝利ということですが、そのまあ要因というのがどういうところにあるとお考えでしょうか。またあとこれがあの次期衆院選にどのようにつながるとお考えでしょうか。まあ、要因ということで言いましたら、やはり今の菅政権、小池都政のやっているコロナ対応の問題点をきちんと指摘し、でコロナ封じ込めの具体的な提案を行いました。そしてそれと一体に今お話したオリンピックよりも命をということをですね、一貫して訴えた。これはあの非常に広く共感を広げたと思っております。同時にあの都政の問題では私たち4つのチェンジということを訴えました。特にあの都立病院、公社病院の独立行政法人化に反対して直営のまま充実させる、あるいはいわゆる稼ぐ東京の名でやられている、カジノ、あるいは外環道、羽田新ルート、でこういう方向じゃなくて福祉と暮らしを最優先にする、さらにジェンダー平等の東京、個人の尊厳を尊重する政治を作っていこうと、そしてあの米軍基地との関係で平和の東京も訴えました。でこういう都政の内容ですね、あのチェンジの訴えも広く届いたと思っております。ですからあの国政の面で多くの都民の皆さんが今の国政に対して非常な深いところで怒りを広げている、それにかみ合った訴えにもなったと思いますし、同時に都政を変えてほしいという願いにも、マッチした訴えにもなったと思っております。ぜひあの選挙で掲げた公約を実行するために頑張りたいと決意しているところです。はい、どうぞ。朝日新聞の横山です。朝日新聞の横山です、はい、先ほども述べられたようにあの反自民の受け皿という視点で見たときに、一定あの都民ファーストがですね、あの無党派層の支持を得たというところについての受け止めと、まあ、今後衆院選にあたっては、まあ、そういったところの層もあの特に立憲や共産党の方にどれだけ引き込めるかという視点が大事になってきます。そのあたりについてのお考えをお願いします。あの無党派層の支持という点ではあの各種の出口調査で都民ファーストが1位を占めていると、で我が党が2位ですね。ですからあの、一定 の, その反自民の流れの、受け皿のような役割を果たしたということはあの事実だろうと思います。ただあの都民ファーストの会が、都議会でやっていることの実態はですね、自民公明と一緒なんですよ。ですからそこの矛盾は非常に深刻になってくると考えております。はい、どうぞ。はい、フランス店の及川と申します。五輪中止への民意が出たということですが、まあ、議席数でいうと五輪を推進する自民公明都民ファがあの圧倒的に多いわけですが、それでも五輪中止の民意が示したとおっしゃる根拠をお伺いできますでしょうか。自民党も公明党も今度の選挙オリンピックの問題を訴えておりません。ほとんどだんまりを決め込んで一切訴えていない。党首も訴えていない。公明党などはですね、党首第一声で一言も触れない。自民党は党首そのものが都議選の応援に出ておりませんけれども、しかし自民党の候補者もほとんど触れません。オリンピック、オリンピックやらせてくださいということをですね、訴えて選挙戦った候補者いますか。自民党公明党の中にだんまりなんですよ。だからね、そういう候補者が一定数占めたからといって五輪を進めてくださいという民意だというふうには考えません。それから都民ファーストの場合、最小限無観客ということを言いました。まあ、そういう点ではですね、有観客の方針にはともかくも反対したわけですね。であるならばですね、今後どう対応するのかというのはこう問われてくると思いますね。で、5者協議でどういう方針が決まるのか、これは
見てみないと分かりませんけれども、私たちはまあたとえ無観客でも問題解決しないと、オリンピックそのものを中止するしか解決の方法がないという立場でありますけれども、都民ファーストさんがですね、そういう公約を掲げたんだったら、今後どういう対応をしていくのかと。で、小池知事にしてもですね、無観客も軸にと言ってるだけで、無観客と言ってるわけじゃないですよね。ですから、この矛盾も出てくるだろうと思っております。で、ともかく、オリンピックについて自民公明がだんまりを決め込んで選挙で多数を得たからといって、オリンピックへの信任、オリンピック開催への信任ということになりません。やはり断固とした立場を表明した共産党で、あるいは公約で中止延期を述べた、立憲民主党が事実述べたということに、私は民意が示されていると考えております。ありがとうございます。どうでしょうか。はい、どうぞ。はい、テレビ朝日の今野と申します。はい、点率直にお聞きします。今回ですね、共産党は、野党第一党の立憲を抑えてですね、数では勝ったわけですけど、率直に立憲というのは、特に連合ですね、連合統計の方からはもう共産党とは組むなと、共産というような中で、結果的には共産党の選挙の強さをとか、野党共闘、立憲と共産が選挙協力することの強さを示した選挙だと思うんですが、率直にその辺をどのように受け止めていらっしゃるか、お願いします。まさにですね、今度の都議選で、共産党と立憲民主党、1人区、2人区、3人区の一部で、候補者調整を行いました。で、候補者調整というのは、緩やかな形態ですけども、選挙協力なんですね。で、できるだけバッティングしないでやっていこうと。で、しかも単に調整するだけではなくて、お互いに支援するということも非常にやられました。我が党からも支援に行きましたし、先方からも支援をいただきました。ですから、相互支援が実際にはやられて、で、本当に信頼関係も強まった選挙になったと思います。ですから、一つ今日データを整理してみたんですけども、ですね、日本共産党の候補者に一本化する調整を行った5つの選挙区で、議席を勝ち取ることができました。日本共産党で一本化した5つですね。から一方ですね、立憲民主党などの候補者で一本化する調整を行った7つの選挙区でも当選を勝ち取っている。すなわちこの選挙協力をやることで双方が議席を伸ばしたわけですよ。これも歴然たる事実でありまして、ですからやはりね、ここはまさに共闘にこそ野党が、伸びていく、そして今の政治を変える力を持っていく、王道があるということがですね、都議選でも示されたわけですから、ぜひこの流れをですね、総選挙でもさらに発展させたいと考えているところです。よろしいですか。野党連合政権引き続き求めていくという確認。そうです。これは立憲民主党に求めていくと。そうです。なんか最近あんまり新潮が言わなくなった気がするんですよ。今日も言ってるじゃないですか。今日の新宿の凱旋でも、新しい政権、すなわち野党連合政権を作っていこうという呼びかけを行っております。はい、どうぞ。関連してたんですけど、毎日聞いてたんですけど、野党共闘に向けて、4月の終わりに志位委員長と枝野代表が都市会談をして以降、特に候補者調整について特に進展が見られてないんですけども、今後都議選を終えて、話し合いをどう進めていくのか、話し合いがあった場合、どういったことを奈良さんに呼びかけていきたいか、その辺も含めて教えてください。これは都議選に勝つためにお互いに全力を挙げていたわけですから、都議選が終わって、でこういう結果が出て、で今言った野党連携、野党共闘も大変大きな成果を挙げたという事実の上に立って、ぜひ前に進める協議を進めたいと思っております。
でこの内容についてはもうすでに4月の会談の際に私の方から提起 してありますが、私たちとしてはですね、3つの分野、すなわち共通政策、政権の在り方、そして選挙協力、この3分野で話し合いをやっていきたいというのが私たちの態度です。ぜひ前向きの話し合いが今回の、結果を受けてね、進むことを心から願っています。はい、どうぞ。共同通信、はい、立憲の候補者の一本化について伺いたいんです。衆院選の候補者一本化について伺いたいんですが、これまで勝てる選挙区で一本化していくというようなことをおっしゃってますが、大体どのぐらいの選挙区というイメージ、数のイメージがあれば教えてください。うん、これは勝てるというのはつまり一本化すれば、自民党与党勢力に逆転しうるというところを中心に一本化を進めていこうというのがこれまでの合意になっております。全部やるということじゃなくてね、やはりそういう大事な選挙区を中心にやっていこうということで進めていこうというのはこの間の合意です。で数はなかなか言うのは難しいですよ。というのはやっぱり勝てる、つまり接戦になるかどうかというのは状況によって可変的なんですよ。はっきり言って野党の側がですね、政権の協力まで合意して国民の皆さんの前にしっかり政権構想を示して、その政権を行うね、政権公約、これもしっかり内政外交全般にわたって示して、でこういう政権を作るためにというふうにご支持を訴える場合はですね、かなりまだ距離があるような選挙区でも競るところまで行くでしょう。ですからやはりそういう合意ができるかどうかによってですね、そういう与野党が競り合うであろう選挙区も変わってくるだろうというふうに考えております。ですからちょっとそういう可変的なものなんで数を言うのはちょっと難しいです。はい、どうぞ。フランス店の及川と申します、はい、2点伺います。数を言うのは難しいということですが、東京というのは旧民主党系がずっと強いところでしたけれども、今回は共産党の方が立憲民主党よりも上回ったと、その数が上を行ったということによって一本化する選挙区で共産党の数が増える可能性はあるのかということが1点。もう1点はこの都議選の躍進をどう生かしていくのか、総選挙に、街頭演説土日は、都議選のように今後も続けていくおつもりなのか、以上2点お願いします。この我が党と立憲民主党のその議席のどう取ったか、どちらが多いかということよりもね、協力してそれぞれが伸ばしたということが大事じゃないでしょうか。でそのこととですね、総選挙における協力って問題をね、直ちにリンクさせてどうこうというつもりはありません。それから、2つ目のご質問ですけども、なかなかコロナの危機が続いているものですから、私どもも街頭演説苦心しながらやっておりまして、基本的にはネット中継を中心に取り組むというやり方を街頭でもやったんですね。で、街頭にともかくたくさん集まるということになりますと、どうしてもリスクがありますので、もうお知らせだけして一定の方来ますけれども、しかし基本的には集まらないでネットで聞いていただくというやり方を取りました。いわばハイブリッド方式ですね。基本的にはネットなんですけども、ネットので見てる方の方がはるかに多いケースが多いんですけども、ただこうどこに行くかってことをお伝えしますんで、一定の方は来られるんですけども、密にならないようにできるだけ分散して聞いていただくという工夫もしながらのやり方を取ってまいりました。でしばらくはそういうやり方で、街頭演説なども工夫しながらやっていく
以外に方法ないだろうと思いますし、まあ、そういうやり方で随分新しい境地も開いてきたんで、ぜひもっと発展させていきたいと。でそういうハイブリッド型でやりますとね、あの YouTube でこう配信しますでしょ、それをリアルタイムで見る方が例えばどこどこの凱旋に行くと、その前にいる方、まあ、せいぜい100人ぐらいでもリアルタイムで YouTube で見てる方は1000人とかいうふうになるわけですね。そしてあのリアルタイムだけじゃなくて、あのオンデマンドでも見れますから、ですからオンデマンドでもあの見損なった方はね見ていただくということで、ちょっと調べてみるともう 5000回とか8000回とかね再生になっているというケースも少なくないんですね。ですからあのなかなか今度は難しい状況なんだけども、そういうハイブリッドのねあの遊説もあの工夫しながらやっていきたいなと思っているところです。はい、はい、どうぞ。じゃあこちらどうぞ。あこちらじゃあこちらちょっと待ってください。はい、朝日新聞の小山です、ね。はい、相互 あの立憲さんとの相互支援の関係で、あの昨日の会見でですね、あの新委員長、あの自然体であの相互支援を作られていたというような言い方をされたんですけど、そこら辺の真意をちょっとあれだと、まあ、あのこれは何て言いますか、両党間でですね、こうやったのは候補者調整ですから、あの公式に相談したのは候補者調整までなんですよ。でその上でどういうふうに選挙戦戦うかってことを、両党でね、相談してこういう結果でやろうというふうに決めてやったわけじゃないんですね。ただ、それぞれのところで、こう我が党も随分熱心に立憲民主党の候補者応援しました。でこれも今の共闘を考えて党の候補者と同じようにね真剣な応援が我が党の党式各地で取り組まれたってことを今日も報告受けたんですけども、そういうこともやられていますけれども、先方からもね随分と私どもの候補者の支援もしていただきました。まあ、いろんなケースがあるんですが、国会議員が、支援してくださったケースもありますし、国会議員や市会議員が来ていただいたケースもある。ですからやはりやっぱり野党共闘が本当に政治を変える本当の活路なんだということは、かなりの方々に党内外ですね共有されてきている中で、戦い選挙戦の中でねだんだんと形作られていったという意味で、まあ、自然と自然体にというのはそういう意味で使いました。はい、どうぞ。読売新聞の北村です。野党共闘の関係で1点だけ、今日は街頭演説会で小池書記局長からも、9月になれば総選挙だという発言があった通り、まあ、総選挙の時期が一定見えている状況かと思います。でそういう中で各選挙区での浸透とかを考えると、早期に立憲民主党との協議を妥結させるべきだという考え方もできるかと思うんですが、今後その協議のスケジュール感あるいはスピード感についてどのようなことがありますか。これは先方がありますから、私の方でいついつというふうに言えません。ただやはりもうこの総選挙の時期もう終わりがはっきりしてるわけですから、ですからこれはできるだけ早く話し合いを進めたいなと思っております。早ければ早いほどいいと。よろしいですか。はい、よろしいですか。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも。